つかねめっちゃ声響くすごく声が響くんですけど、今日も漏れてる？ありがとうございます。こんにちは。アクセサリー、もうでもね、髪の毛ボサボサなの。インスタ可愛かったです。ありがとうございます。ちょっとさ、これね、はい、一回コメントやめてもらっていいですか？はいはい。あ、大丈夫。あのね、あのね、あれなんですよね。なんかショールームさんがもし名前のリストをくださったら、あのその方をもうコメントできなくすることはできますよっておっしゃってくださったので、あのうざいなって思った人のことはスクショをして名前を挙げていこうと。はい。しゃべり会ありがとう。こんにちは。なんか配信には来れるんだけどコメントはできなくできるみたいで、そうだから二度と私の配信でコメントできなくできる、あ、他の配信でもか、多分できなくなると思う。そう、快適な配信環境が整うことになる。さっきもうざいの早速いたんでスクショはしました。さようなら。さようなら。いいね、こんにちは。快適な配信環境を手に入れられそうです。なんか違う電話番号で作っても無理にできるみたいで、なので私もいつでもスクショできるように、あの電源ボタンと音量ボタンに親指と中指を置いています。ショールームさよならさよならの音すごい響くからさ、すごいあれなんだよね。よっしゃ、さよならさようならの音です。銃声のように。こんな頻度でいつも通報してんだよ私。やばいでしょ。真っ正。
こんにちは。何をスクショしてるの？うざい人たちの名前を提出したらその人たちが二度とコメントできなくなるみたいなので嬉しくていっぱいスクショしちゃいます。私の気分を害する人たちは全て消え失せることになる。ざまみろ。出過ぎた真似はしないことだな。この女の目の前である。そう。なんかたまに電源消しちゃうときあるんですけど、固まったらすいません。さっきおしゃべり会入ったんだけど画面真っ暗で終わっちゃった。ねえ、話せなかったよね。そうなのよ。こんにちは。楽しいよ、すごく。スクショして待機してる俺らと一緒だね。あ、スクショ待機ね。はいはい。お問い合わせしたんですけど、またできる、多分できると思うよ、わかんないけど。いつものボットも消えるんやな。そう、もう二度と私の配信に来れなくしてあげようと思って今ね、待ってるの、うずうずしてる。いつものうざいボット来ないかなって。できたら、うん、待ってるね。あれね、あの待ってる間に違う SNS とか開いちゃうと同じ端末でできなくなっちゃうんだよね。ほら、早くいつもみたいに言ってみなよ。私に言ってみなよ、いつもみたいに。ほら、早く。いつも通りコメントしていいんだよ。抹消できると思うとワクワクしますわ。ボットを待つ展開。そうなんだよね。息の根を止めて差し上げるわ。もう二度とどこのルームでもコメントできなくしてあげるんだから、ほら、早く早くコメントしてみて。早くコメントしてみてよ。仕切ってんのかな。こんにちは。粛清祭り、粛清祭。さようなら。神機能が追加。こんなニコニコなリカちゃん久しぶりに見た。そうだよ、復活祭の粛清祭り。ピアスかわいいね。あ、イヤリングですけど。いつもならもう来てる頃合いなのにな。ふふふふふ。
実装されてない私がショールームにリストを上げることによりそれが可能になる。と約束を取り付けました。リストノートです。そう、通称デスノート、特例措置。いや本当にそうよ。だってあんな大やけの場でね、あんなこと書いてたらそりゃね。そう、みんなも送ってきて、こいつうざかったでしょリカちゃん、スクショあげるよって。チクリも大歓迎。その手もあった。うん、いけるよ。私が全部あのリストアップして送るので。ほら、みんな嫌いな人を差し出してごらん。こんにちは。いつも見て不快だった人たちを差し出してごらん。2割がアップをします。確かに過去のスクショを探したらコメントしてそう。確かにそれはそうだね。他の何、恐ろしいささやき。そうね、確かに大粛清会は草。はい、さよなら。展開。天井界最強。そうね、うん、はい、さよなら。もう二度とあなたはショールームでコメントできません。消え失せろ。スナイパーの速さ。いつもこのぐらいの頻度でね、通報してるから。めちゃくちゃ早打ちだよ。そうでしょ。ご機嫌うるわしゅうございます。はい、神の指。ゴッドハンドならぬ。こんにちは、さよなら。怖いなら見なきゃいいでしょ、スクショ。削除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 。やばいやつみたいや、私が。そう、あれれ、おかしいな、いつもだったら来るのに。変なコメントしてきてよ。ほら、あなたたちが好きな時間帯にやってあげてるんだから。コメントしてごらんよ。こんにちは。準備万端で待ち。どうしたのかしらね。気持ちいい配信が、もうそろそろそうなるから待っててくださる。はい、さよなら。
楽しみだな。あとね、電話番号、あ、SNS と連携してない人は来られなくしたの。だからそれでもはや引っかかってる可能性もあるわね。そうね。雰囲気は日暮らしの中頃。そうなの。そしたらさ、いっぱいアカウント作れないじゃないですか。ざまあ見さらせですよね。この人はずっと嫌いだったの。私すごいさよなら。ずっと胸クソ悪かったわ、あなたのコメント。リカちゃんのこんばんは。ロム線になってるかもね。ざまあ見さらせですわね。さよなら。令和の神がここに来ない。はい、MSI や Mac まで紐付けら、何の話してんの。リカタンが嬉しそうで何よりです。ありがとう。お疲れ様でち。てめえら口には気をつけろ。命が惜しかったらな。今日の配信めっちゃ楽しいけど同時にドキドキしてる。獲物は来てる感じ。いや今のところ見つかってないね。全然なんか来てそうな雰囲気もないかも。だからもしかしたらその SNS と連携してない人であれされてるかも。弾かれてるかも。コメントがもはやできなくなってる。初見です、いらっしゃいませ。リカちゃんのストレスが軽減できてよかった。むしろ発散だよね、もはや。リカちゃんニコニコで新年からありがとうございます。平和になるね。平和な配信を目指していつもショールームしてるから。弾かれてるなら弾かれてるで平和で良き。そうなんだよね、結局のところ。平和が一番。さよなら。発散してください。発散できてるよ、大丈夫。ショールームが一気に紙アプリに。そうなったらいいよね。そうなったらとても嬉しいなって思う。てめえもだよ。さようならだ。ずっとうざかったんだよな、こんにちは。私はずっと毎回毎回あなたをね通報することにねストレスを覚えていたの。キューやばい。こんなのあるわ。スクショ楽しい、何より。こんにちは、お疲れ様です。
お疲れ。私あとね、テンプレでね打ってくるそのこんにちはってやつ嫌いなの。どれをスクショしてるかなんとなく分かった？発言に気をつけます。そうね、発言に気をつけてくださるとありがたいわ。全力で私の機嫌を取ってちょうだい。さよなら、こんにちは。私に指図するな。リガちゃん楽しく配信。そうね、この人、あ、私に指図してくるな。こんにちは。めっちゃ警戒。ちょうどイライラしてたんだよね。リカタン死後早だな。でしょ？これの嫌なところは見返した時にどのコメントか一発でわかるところだよね。私がスクショを見返した時に、あ、このコメントに多分イライラしたんだなって一発でわかるところ。スクショが撮りますね。ねえ、私ね、定型文のこんにちは嫌いなの。ニコニコしてる。これからは定型文すら打てないくしてあげるね。てめえもだよ。さよなら。これが本当のスクショタイム。いや、粛清タイムです。別に何も変なことなんてってないですからね。私はずっとね、中指と親指をね、電源ボタンと音量ボタンに置いてるの。リカちゃんの周りが平和なのが何より一番なのです。そうだよな、そうだよな。他推しの人とか気をつけないとオタクとして生きていけなくなるから崩壊しそう。でもそういうコメントする方が悪いと思わない？私は嫌なこと嫌だって言ってるし、別に変なこと言ってないよね。違うかな。違うかな。それはそうなんですよ。私違う、間違ったこと言ってないよね。そうだよね。こちらが普通ならばスクショされることはないもんね。そうなのよ、結局ね。新世界の誕生、そうかもしれない。嫌な気持ちにコメントする。そうなの。自分の推しにだけいい顔するのは良くない。言ってやれよ、本当に。その通り。
あっちで配信していいかな。あ、全然もう終わってますよ。本当？はい。よいしょ、ちょっと待ってね。配信してるよって言ってくんない？ひなた。配信してます。すいません。見えてない。見えてないでしょ。今指で隠してるから。はい。あ、すごい曇ってる。温度差がすごくて。はい。ただいま。ずっと嫌だった。この人も。観測スクショ。寒いよ、めっちゃ。本当はね、携帯こうやって置きたいんだけど、そうしたらスクショできなくなるからね。ずっと持ってる。これ普通の通報より絶対いいよね。二度とでき来れなくなるんだもん。絶対いいね。指折らないでね。指は折らない。効果違いすぎる。そう、二度とコメントできなくしてやろうと思って。ショールームに提出することにしたの。音が聞こえるのもポイント高いね。確かに。カシャ。すごいですね。行ってみるもんだよね。なんか、あ、すごい連絡来て、なんかすいませんみたいな。もうこういうモードもあります。あとはユーザー名を言ってくださればそのものをもう二度とコメントできなくすることもできます。どうですかみたいな。だから私はスクショして全部提出するから。おいで早く。いつものボットが来ないのよ。うざいボットが。全然草。なんて呼ばれるの？ん？なんてくるのボットは？なんかいつもリカちゃん結婚しようとか、うん、その人毎回通報してんの私、うん。それもいるし、普通になんかアンチみたいなやつもいる。私は通報されないですか？大丈夫ですか？どういうこと？俺の嫁ってツイートしちゃった。あ、それは大丈夫。それは大丈夫。アンチはなんかずっとお前なんとかだなとか言ってくるから、それをね待ってんだけどね、来ないのよね。そういう時に限って来ないタイプですね。ダサいな。ダサいよね。仕切ってんだよ多分。来いよ、ほらほら。煽り散らかしてる。さっきからね、もうね10人ぐらいねスクショしてるんだけどね。そう、あと私に指図するやつね、二度と来れなくしてやるわ。それはどんな指図するの？なんとかしてとか、こうしたらいいんじゃないとか言ってくんなって言ってるから。私の母親みたいだ。このカシャって音がみんな今銃口の音に聞こえる。さよなら。二度と二度と来れなくなりますのでね。他のバーンって聞こえる。ここに突きつけられてるみたいになってるからね。銃声に。リボルバー、カチャ。みんな突きつけられてコメント。コメントのタイミングと被るとビビる。大丈夫だよ。本当にね、私がね、この人いつもうざかったのっていう人ばっかり通報してる、さっきから。なんか緊張してきた。
緊張することないよ、いつも通りコメントしてくれたらそれでいいからね。日頃の行いよな。そうそう、本当にそうなの。結婚しようの人、私でもうざと思ってた。だよね、そう思うよね。何回も何回もさ、連投してくるのとかさ、マジでうざいからさ。あのボットを釣りたいんだけど全然来ないんだよね。緊張して脈拍上がってきた。大丈夫、あなたはもうリスト入り。わらわら。今日だけ何人くらい打ったん？わかんない。でも結構スクショしたさっきから。だって私ツイッターだけでもブロックしてる人数が1万を超えてるんですよ。だからあのショールームもそうなればいいなって。すごいね、うん、すごい。そうなのよ、すごいんだね。すごいんだね。すごいんだね。そうなの、いっぱいねブロックしてる。なんかさ、まとめとか上がるやん、あれのやつとかも全部ブロックしてるからその数になった。そう、掲示板見たくなくて。うん、でもさ、ツイッターのさ、ファンの人のツイッター見たいじゃんっていう。そうそう、だからそれが嫌で全部ブロックしてたら1万超えた。私のファンの人のさ、ツイートいいねしまくってたらさ、うん、なんか何でもない時にその、うん、自分のファンじゃない人が、うん、愚痴ってとか流れてくるようになっちゃってちょっと気まずい。いや、てか最近のタイムラインやばいよね。なんかそういうの流れてくるよね、うん、さよなら。すごいうざいんだよね。むずい。もうわからん。右の耳の？右の耳の上のこめかみの下のところ。いや、それもこめかみじゃなくね。下のところ。ここせここ。ああ、耳の上だね。確かに。複雑な場所なんだ。イヤホン痛いよね。そうなんだよね。しかもさ、やっぱ人によってさ、しょうがないけどどうしてもさ、音の差があるかも。うん、そうなんだよね。あのイヤホンつけてる人とつけてない人とかね。うん、あとなんかザザザザって言っちゃってる人弱いから、たまに衝撃波わかる。つながなんかちっちゃい声の女の子の後にでっかい声の人とか来てる。うわーってなるよね。なんかたまに中耳炎になってる。これで、うん、こんにちは。さようなら。リカちゃんが今年夢に出てきてくれますように。かわいいね、あなたはかわいいね。こんにちは、さようなら。だから私定型文のこんにちは嫌いなんだってば。こんにちはってやつ、ね、うん、もうこんばんはだろって思うし。初夢にリカちゃん出てきた。気のせいだよ。
にあるで、こんにちは。それ多分理解じゃない。さあ、もう二度と定型文を打っただけで二度とコメントがこれできなくなる日が来るなんて思ってないだろうね、みんな。さよなら。それはさ、リカちゃんのルームだけ、それともショールーム全体の、ショールーム全体のコメントができなくなる。おー、強いと思う。私はそう信じたい。どういうこと？めっちゃ言うたびに嫌な気持ちになるから。なんてことを、なんてひどいことを言うんだ。結婚しようのコメントしてるの、過去のスクショで見つけたから後で送っておくね。ありがとう、有能だね。そういうちくりはウェルカムだよ。ほら、もうひなた拍手してくれてる。有能すぎる、ありがとう。バーン。さよなら。素晴らしい。受精。これで快適になるな、ショールーム。よかったね。それユキリンさん。それハルドコのユキリンさん。走ってまーす。それハルドコのユキリンさん。あの時食べたケーキ美味しかったな。ケーキなんて食べた？え、ひなた食べてないと思う。春どこでさ、あのシルバーホテルだっけのカフェみたいなとこで撮ったじゃん。 あの時にさ、ケーキ出ててさ、ヌーと私だけめっちゃバクバク食べててさ、全然食べない一緒のテーブルで、何でも食べたいとか言ってミルクレープ取られて、最悪って言って言いながら食べてたら、リエさんが来て逃げるみたいなシーンをずっと撮って、まだ食べてないのにとか言って、そしたらそれ採用されて、ノエだけ食べなんか食べて残ってるみたいなシーンになったの。そんなこともありましたね。あれ美味しかったな。めっちゃ外寒かったからさ、だから外寒かった記憶しかないね。あと駐車場も寒かった。あ、駐車場寒かった。トンネル美味しかったね。美味しかったね。めっちゃ懐かしい。夜に食べたあの豚汁の味を忘れられない。わかる。豚汁ときたま出てくるよね。わかる。ポンコツだっけ、うん、待って。豚汁食べた。ポン汁だって。ポンコツと豚汁混ざってポン汁って言っちゃった。美味しかったよ、マジで。そう。そうだよ、私の気分が害されたらもうスクショする。ポンコツ、とんこつラーメンって言ってたよね。とんこつって、とんこつな麺が好きだ。ありがとう。あいつ脊髄モード入ってるわ。あいつ脊髄モードですわ。いや、今食べたいっていう気持ちと、うん、気持ち悪いっていう気持ちが、うん、あ、せめぎ合ってんだ。脊髄モードに移行したのか。夜景を見ている。うん、日向でしょ、うん、聞いての通りそうだよ。だって夜景を見ているのタイミングおかしいじゃん今。もぐもぐしながら夜景を見ているらしい。でもめっち
体調悪いらしい。この間チカポンさんにひなたんちゃんの、あの素顔がわからないって言われいや、チカポンさんはね、本当に洞察力に優れた方だから、ひなたの素顔がわかる。え、適当なだけだよね。顔わからない。え、嘘。多分なんか最初のファーストインプレッションと、うん、なんかメンバーと普通に喋ってる感じがギャップがあるのと、うんうん、ああ、なるほどね。それはそうかもね。なんか確かに、でもひなたは違うよ。魂がちょっとあのお散歩行ってくるねってなってる時が時たまあるだけで、普段はしっかりしてるよね。なんかいなり寿司 1.5 個食べても気持ち悪いか。だからさ、そう、お腹空いてる気持ち悪いじゃないんじゃない。猫も一緒に、一緒に猫も。リカちゃんがさ、スクショするためにさ、うん、カメラ、外カメラ違うよ、ちゃんと私の方見てるよちゃんと私の方見てるから大丈夫。じゃあ私が撮られてるか。そうだよね、そうだよ、こんな格好なの大丈夫大丈夫、撮ってない。大丈夫、撮ってる時撮ってるって言うから。こんななんか捕まったみたいな格好してる違うの、私はずっと引き金に手を、指を置いてるトリガーに手をかけてるだけで。アズカバンの囚人になってる。そなた、アズカバン行き二度と出てこられない。あの、外に吊るされてカラスに食われるよ競争です、競争それでディメンターにバコバコされてかわいそう。バコバコ魂吸われてかわいそうに。ディメンターに魂吸われるとさ、ポッってさ出てきてさ、うん、シュッって食べられる。かわいいよね。かわいいか。ディメンターかわいくない。嫌だよ。アズカバンの囚人昨日途中まで見てて、うん、手細いし、手細いんだよね。ひなたみたいだった。ひなたディメンター見なさすぎだろ。いや、手が、うん、確かにね。まあ、どっちかっていうとなんか骨格ボルデモートみたいな。骨格ボルデモートやばい。はい、さよなら。はい、さよなら。気持ち悪いね。どうしよう。あれじゃない、トラベルミン。胃がムカムカする。じゃあ赤玉骨格ボルデモートのディメンターは怖すぎるって言われてるよ。ボルデモートってさ、ウに点々だよ。で、ちっちゃいお、ブオブオブオ。リガンにもさ、お便り来ないかな。もう11歳じゃないから、ね、あ、悲しい。じゃあ、マクゴナガル先生の弟子になりたい。アニメ映画スになってみたいな。何のどういう、こうやってさ、マンドラゴラの抜くやつやりたい。マンドラゴラかわいい、食べたい。もう見分けをしてたけど倒れました。大好きじゃん、ハリポタ。大好きじゃん。見分けをしてなかったの。してたけど気絶しました。なんで僕だけこうなの。あの人あれです、あのハリーポッターの人です。あと最近霜降りチューブでなんかハリーポッターのマウントクイズっていうの見たから。出た、せいやのやつ。そうそう
すごいハリーポッターです高い。なめくじくらえ。あ、でも気分で言ったら今それ。やめてよ、やだよあんなの。マジで今もうひなたの体調を表すとしたらなめくじくらった。なめくじくらったんだ。うん、なんかヘドが出そうって言ってる時の気持ち。ヘドよりやばいもん出てるけどな。ハーマイオニー・グレンジャーもう30歳なんだよ。32歳とかだった気がする。やばくない、うん、ベルだよベル32歳。でもさ確かにね、あのハリー・ポッターのさ日本語版さ小野賢章さんがさ、うん、ずっとやってるじゃんか。うん、そうそうそう、でも結婚されてらっしゃいますしね、うん、そう思ったらそうだよ、ね、そうなのよ、やばいよね。だからもっと上でしょ、あのあれとか、どれどれ、ハリーとロンと、うん、じゃあもう一人いるじゃん悪いやつ、あマルフォイ、マルフォイ、マルフォイは37とか。マルフォイの人めっちゃいい人、うん、うん、すごいひげ生えてた。え、でもそんなこと言ったらネビルの人の方が今ムキムキで、え、わかる、それ見た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 、なんか SNS で流れてきた。わかる。で、なんかさ海外セレブとかさ、うん、そういう人たちがさレッドカーペット歩く動画好きなんだけどさ。そういうの見ててさ出てくるわけよ。そしたらなんかもうすごい全然違うじゃんみたいな。確かに確かに。うん。アクゴナガル先生ってさあれで、うん、ラブソング天使になる。あ、そうそうそう。マルフォイの努力がやばいみたいなの最近。あ、流れてくるよね。なんかブリーチし続けて。うん、はい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 、いやそれも流れてきたわ。塗り続けた男。そう。でもさマルフォイボット大好きでね、私学生の時からずっとフォローしてたんだけどね。なんとかだフォイっていう。それ大好きな。今でもさ、なんとかだフォイなんみたいな。大好きなのよあれ、学生の時からずっとフォローしてる。フォイのフォイ、本当だよね、うん、丸書いてフォイ。懐かしい。世代すぎる。世代すぎるよそれは。さすがにロンのさ、うん、あの人がさ大人になってさアイスクリーム屋さん開いた話します。え、何それ、かわいいね。大人になったらアイスクリーム屋さんを開きたいって言って、かわいい。で、本当に自分のお金でなんか無償でアイスを提供するみたいな、うん、すごっ。それ屋さんとしてさ大丈夫なのか。丸書いてフォイってアプリあったの？そんなアプリあんの？ちょっと気になるんだけど。気になるよ。限定的すぎる。お話し会楽しかったですか？あと2部だよん。ゆかちゃんが嫌いなやつだよん。なんとかだよん。口にしたらさちょっとさ嫌だけど、うん、かなんか文章とかだったらまだなんかね、わからんわ。いやでもなんかえー、こんな人がっていうのがちょっと嫌だ。あ、わかるわかる。うん、ねん。ねん。
って感じで、なんかさ特殊顔文字使う人嫌なの。特殊顔文字、私なんかわかる、なんかそんなの普通に打ったら出てこないじゃんみたいな、なんかブワッみたいな涙みたいなやつとかをなんか打ってるおじさんが無理。わーってなるよね。カエルか。出た、カエルさん、そこにもいます。私もカエルなの、すごくカエルかなのよ。カエルさん、今話題のカエルか、今話題なんだ、わかんないけど。でもさ、追いかけられたら確かに逃げたくなるよね。好きって言われた瞬間にもじゃあいいや、なんか多分その手に入るまでの過程を楽しんでるんだろうね、そういう人たちって。へえ、きっとね、知らんけど。最近なんかさ、ドン引く行動みたいな、あ、はいはい、になってきてる。うん、わかるわかる。なんか彼氏がこうだったら嫌だとかね、うんうん、流れてくるわ、めっちゃ。だからそういった意味で半角カタカナ、半角カタカナ。うん、話してる内容によってはさ、なんかそれがさ正しい時もある。うん、わかるわかる。そういうのじゃなくてみたいな、うん、なんか日常会話の返事が半角カタカナ、うんとか、そうだねとか、嫌だな、そんなのは嫌、そんなのは嫌。5000 5000こういう男の人は嫌、5000。なんだっけ言ってたやつ、あれ嫌なんだよね私。なんか話題になってるやつは店員さん呼んでも気づいてくれないとかなんだけど、本当に気持ち悪いんだね。うん。辛そう。結構しんどい。え？なんだろうね。急に？急に？寝転がったからかな。ああ。胃液が逆流してるんじゃない？えぇ、真面目じゃないかしら。え、全然熱ない。あ、本当？うん、混ざってる。うん、まずいよそれ、さすがに。いや、まあ確かにな、ずっとおえってなってたもんな、あの時。どの時？どの時？あの時ね。え、どうやったら治るんだろう。はっ、いやいや意味が分からんから。窓ね、開けられたらねちょっと楽になるかもしれない。でも寒いよ。そうだよね、こんなところ窓開けたらゴーゴー風入る。ゴーゴー風入るってか開けらんないでしょ、うん、この高さで開けたらもうアウトなので、うん、普通に人としてよからぬそうね、アウトで、うん、だから水飲む。そうね、水が一番いいかもね。何の害もない、私あんま飲めないけど。カレッジ顔半分配信、そう、顔全部はもうお話し会来てくれた人しか見せない。あ、それいいね。そうなの、そうしようかな。素顔気になっておしゃべり会来ちゃう。そうそう、こんばんは。
テトね、美味しいよね。美味しくて止まらなかった。何味のポテトが好き？コンソメ。え、でもさ、私さ、あの新潟のさ、うん、なんとか祭りでさ、出てた明太マヨ、あ、ロングポテト今買えるか？下？メニュー全部言うやつね。明太チーズマヨのロングポテト一つください。もっちもちロングポテトください。メニューの名前全部言うやつ無理だわ。シェフの気まぐれサラダのなんとか添えくださいとか全部言うやつ。あのこれ一つくださいとかでいいのに。それ嫌なんだよな私。しかも噛んだら余計に帰るか。わかるわかる。あ、そういう人なんだ。なんか、うん、理解を示すよね。本当そう。ただ自分にその人がもし好意があるとしたら私は嫌かも。嫌だって思っちゃう。拒絶したくなる。じゃああれはもし握手会とかで、うん、それはこけ方によるんじゃない？なんかあまりにもビテーンって言ってたらちょっとあ大丈夫ってなるけどさ、なんかちょっとこけても あのね何事もなかったことにする人が嫌。あ、そう、それのこと言って、それが嫌だ。なんかこけってなってあみたいになってて、なんかそれには触れずいきなり普通に話して、うん、俺じゃんみたいな感じでしょ。嫌だ、それ嫌だ。なんかこけちゃったとか、なんかちょっと一言欲しいよね。危ねえとかさ、なんかさ、なんかそういうの一個あったら、なんかで大丈夫ってこっちも言えるじゃん。だけどさ、何もさ、こう、ヤッホーリカちゃん。あ、それ無理。それ絶対嫌だ。何何嫌だ、絶対嫌だ。無理、もう何も入らない話が。気づいてない、見てない、知らない、あなた誰？ってなる。一回転してたらもはや笑えるけど。ヤッホーリカちゃん。ねえ、ヤッホーとかはならん。ヤッホーとはならん。無理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 。絶対無理、そんなの。シュー、ヤッホーリカちゃんじゃねえよ。めっちゃやば。そこ、いや、雑誌どころの詐欺じゃないだろ、お前。今、一部始終を説明してくれ、それ。どういうことなんだよ。そう、無理無理。私のツッコミが冴え渡ってしまう。やっぱりだから、ちゃんとなんか危ねえとか、行ったとかなんか言ってくれたら、なんか大丈夫ってなるの。それなんか嫌だ、なかったことにしないでほしい。じゃあこけ、しっ、あぶねー、ヤッホーリカちゃん。早い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 。あぶねー、なにこれ、なんかあった今みたいなさ、そういうなんかさ、え、なんもないや、なんもないとか、なんでこけんのみたいな、その一悶着あってからそれならわかるけどさ、あぶねー、ヤッホーリカちゃん、やばいでしょ。早い早い早い展開が。起承転結の起承までがもうないのよ、間がつながってんのよ。いや無理無理、もう言ってないの変わらん。いや本当に無理、そういうのやめてね。みんなこけたらこけたよってちゃんとそういうあれにして。こけてさ、一人でさ、大きい声出してるのも恥ずかしい。はずいよね。あ、でも確かに、いったーみたいなね。わっ、うん、いてとか言っちゃう。なんかすっごいカッコつけてる人がさ、ズボンのさ、
あのユニクロとかで売ってるさズボンってさ XL とか L とかさ書いてあるじゃん、うん、あれのシール貼り付けたまま着てる人がいて、それ言えなかったの私、言ってあげない、後ろについて、太ももの後ろについてて、うわついてると思ったけどちょっと言えないなと思って無視した。どうして太ももの後ろについちゃったの、だいたい前なのに、だいたい前だよね、誰かしかもさ、なんか別にさ M とかだったら言えたかもしれないけどさ、ちゃんと XL だったの、だから言えないと思ってちょっと、シールついてるよとか言ったらよかったけど、ちょっと言えなかったわ。3回ぐらい来たんだけど、3回ともつけたままでまだ気づいてない、まだ気づいてないのちょっとね楽しんじゃってた私も無理だった。もう6分始まりますね、始まりますよ、はい、じゃあランキング読みます。7位がゴーちゃん、6位がもと吉さん、5位がおまめさん、4位がリュウジさん、3位がサトルさん、2位がホッカさん、1位がリョウガさんです。バイバーイ。震えて待て。スクショされた方